溝の端で心優しい女性が、子猫のかすかだが不安げな鳴き声を鋭く捉えた。彼女は即断即決でプロの救助隊に連絡し、下水の口に急行させ、身を乗り出して子猫からの返事を期待しながら心配そうに呼びかけた。間もなく子猫のかすかな鳴き声が聞こえたが視界が悪く、子猫を見つけることはできなかった。必要な道具を携帯していなかった二人は、とりあえずその場を離れるしかなかった。翌朝女性は救助隊と共に、再び下水道の入り口に戻った。今回はまず周辺の地形を詳細に、調査と分析するための準備を整え、マイクロカメラ装置を使って、パイプラインの内部構造を探ることにした。生命探知機のようなカメラレンズで、パイプラインの深い世界にゆっくりと潜り込んでいくと、水路の後に90度の急カーブがあり、その後深さ約5メートルの深淵が垂直に下降しており、この暗闇の果てに、閉じ込められた子猫の揺らめく姿がようやく捉えられて皆を喜ばせた。子猫は地下5メートルの狭い溝に閉じ込められ、恐怖と無力感に満たされていた。悲痛な面持ちで女性が語ったところによると、環境の制約から彼女が餌を入れるたびに、子猫への限りない愛と慈しみが込み上げてきた。子猫が中の栄養分に簡単にアクセスできるように、女性は慎重に準備した餌を破れやすい袋に丁寧に入れ、そして緊張しながらも真剣に、袋を深い溝に入れていった。小さくて冷たい溝の底で、子猫は隅にうずくまり、ちょっとした物音にも怯えていた。聞き慣れた鳴き声と物が落ちる音が聞こえると、もともと絶望的だったその目に期待の色がちらついた。子猫が前足でそっと掴むと、大きな音を立てて袋が割れて餌が飛び散った。その姿に女性はほっとすると同時に胸を痛め、一刻も早く助け出さなければという思いを強くした。救助隊員たちは懸命に情報収集に努め、近隣の排水システムの詳細な図面を入手するために、丸一日辛抱強く待ち続けたが、それでも複雑な環境の前では、効果的な救助方法を見つけることができず、より良い救助プランを探し続けるために、当分の間その場を離れることしかできなかった。夜が更け物音がしなくなると、一匹のメス猫がそっと溝の端に現れ、悲しげで不安げな声で鳴き、その声は夜空に響くエレジーのように静寂の中にこだまし、この深い鳴き声に呼応するように、深い溝の底からかすかだが毅然とした子猫の鳴き声が聞こえてきて、子猫は溝の険しく滑りやすい壁を粘り強く登り、何度も失敗しながらも決して諦めない。母猫は子猫を救い出すために、窮地に踏み込むことはできなかったが、いつも溝のそばに立ち、苦痛と無力感に満ちた眼差しで、窮地に陥った子を深く見つめ、長い夜の苦しみに静かに耐えていた。夜が明けて専門家たちが、排水システムの図面を注意深く調べたところ、この長さ5メートルの溝の内部構造は複雑で、他の排水管とつながっている可能性もあり、救助の難易度を高めていることは間違いないことが分かった。しかし彼らは一歩も引かず、断固として地上での救出作戦を決行し、子猫に一番近い排水管をロックして、救出することにした。救助活動は本格的に始まり、スタッフは関連する排水管を掘り始め、携帯電話を通じて母猫の呼びかけを再生し、暗闇の中で子猫を出口付近に誘導した。同時に彼を窮地からおびき出そうと、出口に慎重に餌を配置した。しかし時間は過ぎても子猫は動かない。真相を探るため、救助隊は決死の覚悟でマイクロカメラを使って、パイプラインの奥深くを探った。幸いカメラの光の下で、子猫はようやく無事に発見されたのだが、ただパイプの2つのセクションの間に岩があり、そのために子猫がスムーズに前に進むことができなく、この発見は一筋の光のようなもので、次の的確な救助のための重要な手がかりとなり、事件を心配する人々の心の重しを少し落ち着かせてくれて、救出作戦の唯一の目標は深い縦溝から子猫を解放することだった。専門家は網の切れ端に包んだ餌で子猫をおびき寄せ、餌を掴んだ後、ゆっくりと慎重に安全な場所まで子猫をあげるという方法を選んだ。この方法は危険であまり安全ではないように思えたが、他に打つ手がない時、
スタッフは断固として餌の入った網を溝に投げ入れ、やがて希望に満ちた餌は正確に子猫に届けられ、子猫は網の中の誘惑を警戒しながら熱心に匂いを嗅ぎ始めた。現場全体は呼吸音だけが残るほど静かで、誰もが息を止め緊張しながら映像の一挙手一投足を追っていて、そしてついに子猫は網に埋め込まれた餌に果敢に食らいつき、救助隊は慎重に救助の手順を開始し、ゆっくりと命をつなぐ網を引き上げていって、生死の境をさまよったこの瞬間、子猫もこれは生き残るチャンスだと悟ったようで、網の切れ端にしがみつき力いっぱい上に登っていった。時間は止まっているかのようで、1分1秒が人々の忍耐と信念を試した。終わりの見えない5分間の苦しみの後、子猫はついに脱出し命を取り戻すことに成功した。この全てを目の当たりにして、言いようのない安心感が胸に湧き上がり、女性はこの10日間子猫の安否が心配で夜も眠れなかったが、これでやっと安心できたと明かした。この勝利は子猫の命を救っただけでなく、皆の緊張した心の糸をほぐして喜び合った。その後子猫はすぐに動物病院に移されて総合検査を受けた。獣医師の専門的な診断の結果、子猫の体は痩せて弱っているものの、全体的な健康状態は良好で、主な問題は栄養不足であることが分かった。獣医師は子猫は十分な栄養と休養をとり、コンディションを整えればすぐに元気になるとアドバイスした。この心温まる光景も終わりに近づいた頃、女性が積極的に救助隊に連絡し、子猫の母親を現場に連れてきた。母猫が病室に足を踏み入れた瞬間、待望の再会がついに実現した。2匹はお互いの姿に安らぎと力を見出し、血の絆がその場にいた全員の心を温め、この苦難に満ちた救出劇に感動的な結末をもたらした。人々の善意と努力によって尊い命が救われ、私たちに人と動物の間に存在する深い愛がもたらす奇跡を示してくれた。どんなに困難な時も愛と思いやりが存在することを信じて、美しい結末を生み出すことを思い起こさせてくれることを願っています。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。